どうもいつもお世話になっております。今回は、共鳴返礼式2層の攻略動画になります。いつも通りですが、一つのやり方として見ていただいて、やりやすい方法を取り入れていただければと思います。あと、チャンネル登録をよろしければしていただければ、動画作成のモチベーションとなりますので、よろしくお願いします。概要欄に、一般的なマクロを記載します。フィールドマーカーは、この図のように置いてあります。そして、2層の基本3回ペアは、図の通りです。はじめに、2層の特徴的な基礎知識です。オフルーレッドフロントという技で、外周、オア、フィールド内に緑玉が複数出現します。直線範囲攻撃、または、一定時間後に小円形範囲攻撃をしてきます。直線範囲攻撃をしてくる玉は、他に特徴があり、ポストプレイヤーが線で繋がるギミックの線を切ることができます。切れると、ボスからの攻撃がランダムターゲットになります。このため、これを切っていいところと、ダメなところがありますので、注意してください。基本的に、ほとんど切らなくて大丈夫です。早速来ました。オフルーレッドフロント。緑玉が外周に湧き、直線範囲攻撃をしてきます。フューリアスストーム。DPS 4人が、ポスト線で繋がれ、オンビジョン範囲攻撃が来ます。散開して範囲をかぶせないようにしましょう。エアーバンプ、通称2名カウント。DPS4 人に円形範囲攻撃。範囲内に2人いないと打ち上げられて、落ちたところの範囲で即死します。フィアスストーム。ボスの周りに爪が出現。外側に向かって、爪からオンビジョン範囲攻撃が来ます。ノックバック攻撃です。ノックバック無効スキルが有効。すぐエアーバンプも来るので、3回ペア同士で一緒にいましょう。バキュームスラッシュからの流れの予習。まず、アニメーションで、バキュームスラッシュとオフルーレッドフロント、緑玉だけを見ていきます。緑玉が、3つ側と、6つ側があります。分断しているラインに、緑玉が吸い込まれていきます。もちろん、プレイヤーも吸い込まれます。今回は、G 側が緑玉が4つだったのですが、端っこの2つがバキュームラインに吸い込まれて消えてアンチになります。そして、一定時間後に、円形範囲を出し、爆発します。赤い円で囲んだところがアンチになりますので、吸い込まれて移動する距離を考えて配置につきます。3つの緑玉だったら谷間で、4つの緑玉だったら端っこです。これに、さらに、フーリアスストームが複合できます。それを加えたアニメーションです。自分の3回位置で緑玉を処理するだけなので、しっかり落ち着いていきましょう。戻ります。フィールドが、南北、東西のどちらかに分断されます。落ち着いて、自分の3回方向に行きましょう。緑玉が、3つ側と、6つ側があります。フューリアスストーム。DPS4 人が、ポスト線で繋がれ、オンビジョン範囲攻撃が来ますので、自分の方向へ3回します。フィアスストーム。ボスの周りに爪が出現。外側に向かってオンビジョン範囲攻撃が来ます。フェーズ移行。北側に距離減衰攻撃が来ます。火炎拳。ゲート1位にふらつきデバッフの単体攻撃。同時に、対象者の真下に円形範囲攻撃が来ます。炎症中にスイッチしましょう。爆裂炎。対象プレイヤーに小円形範囲攻撃で、ふらつきデバッフがついていると、脳震盪デバッフで行動不能に。直後に対象者のいたところへ、メテオストライクという円形範囲攻撃をしてきます。火炎拳と爆裂炎はセットです。灼熱の方向。全体範囲攻撃。望遠拳。頭上マーカーがヒーラーにつき、ポスト4本の線で繋がれます。3人まで受け取ることが可能で、遠隔2名とヒーラー2名で処理します。対象にイフが分身して、火炎拳をそれぞれしてくるので、3回しましょう。ファイアスパークの予習。イフリートの分身は、出現時、東西南北のどちらかを抜いていて、一定時間後に、前に弾があればそれを蹴り出し、弾の位置を変えます。
方向が分かりやすいように if を矢印にしてみます。弾の移動に関係ある if とない if がいますね。また2人組なのか3人組なのかというパターンも見えてきますね。先にお伝えしますが、2人組ならアンチはクロスのどこか、3人組なら十字のどこかになります。プレイヤーの動きとエラプションもつけてみます。しっかりエラプションを誘発してからアンチへ行きましょう。戻ります。ファイアスパーク、フィールド外周に8個の炎の弾が出現し、一定時間で爆発します。イフの秒針が4体出現し、炎の弾を蹴ることでアンチが変化します。エラプション予兆が来てからアンチへ移動しよう。光炎剣、頭上マーカーが今度は DPS につき、ポスト4本の線でつながれます。 DPS2 名とヒーラー2名で処理します。火炎剣からの爆裂炎とメテオストライクのセット。火炎剣後すぐに爆裂炎も来るので炎症中にスイッチしましょう。フェーズ移行です。イフとガルの2体のフェーズになります。まず出現したボスに近い人4名ずつにボスと同じデバフがつきます。つまりそのボスしか攻撃できない状態にチーム分けされますので、PHDD 構成で2組に分かれておきましょう。近接組 DPS はガルの近くに、遠隔 DPS はイフの近くにいましょう。イフを担当している ST は範囲攻撃が多く来るのでガルと少し距離を取りましょう。バキュームスラッシュとファイアスパーク不都合の予習。1回目のバキュームにイフのキックが加わりアンチが変化します。3つの弾の場合と4つの弾の場合で違うので数アニメーションで確認してください。エラプションも来ますのでしっかり誘発してから移動しましょう。戻ります。バキュームスラッシュ、ここでは全員同じ方向へ行きましょう。緑弾が3つ側と4つ側があります。またここではイフの分身が緑弾を蹴ってアンチを変化させるので注意しましょう。きっちりエラプション予兆が出てからアンチへ移動しましょう。ピアスストーム、ボスの周りに爪が出現、外側に向かってオンビジョン範囲攻撃が来ます。フェーズ移行、合体フェーズ、ファイアストーム、全体攻撃、防衛剣2回連続。最初は頭上マーカーがヒーラーにつき、ポスト4本の線でつながれ、タンク2名とヒーラー2名で北側で処理します。後半は着弾後中央以外に AOE が来るのでアンチへ移動します。また1人で2連続で線を取ってしまうと行動不能になって AOE で死にます。次は DPS につくので DPS4 人で南側で処理します。灼熱の方向、全体範囲攻撃、エアーバンプ、パス、ピアスストーム、タンクヒラ4人に円形範囲攻撃、範囲内に2人いないと打ち上げられて即死します。エアーバンプと同時に外側に向かってオンビジョン範囲攻撃が来ます。ファイアスパーク、フィールド外周に8個の炎の弾が出現し、一定時間で爆発します。皮膚の分身が4体出現し、炎に弾を蹴ることでアンチが変化します。エラプション予兆が来てからアンチへ移動しよう。火炎剣からの爆裂炎とメテオストライクのセット。
外周アンチに集まっているところにしてきますので、MT とボスの間に行かないようにしましょう。また、セットの爆裂炎が来るので、炎症中にスイッチしましょう。フィールド中央からノックバック攻撃。コンフラグレーションストライクの予習。フィールドに中央側のアンチ2カ所以内にサラミ範囲が来ます。同時にタンクフラ組と DPS 組で2名ずつ鎖で結ばれます。もちろん離れると即死しますので一緒に行動してください。サラミ後、タンクフラ組は南北の竜巻から出る90度範囲を外周側へ誘導します。緑玉がない外周側へ誘導すると直線範囲が来にくいです。それと同時に緑玉からの直線範囲攻撃が DPS に向かってきていますので、鎖を切らないように一緒に移動して回避します。この後ドーナッツ型 AOE とエアーバンプがタンク2名と DPS 2名に来ます。直前までつながれていたペアで3回して処理しましょう。個人的には十字3回がおすすめです。カウント後すぐボス背面アンチ範囲攻撃。戻ります。コンフラグレーションストライク。フィールドに中央側のアンチ2カ所以内にサラミ範囲が来ます。同時に2名ずつ鎖で結ばれます。サラミ後、タンクフラ組は南北の竜巻から出る90度範囲を外周側へ誘導します。それと同時に緑玉からの直線範囲攻撃が DPS に向かってきていますので、鎖を切らないように一緒に移動して回避します。ドーナッツ型 AOE とエアーバンプがタンク2名と DPS 2名に来ます。直前までつながれていたペアで3回して処理しましょう。カウント後すぐボス背面アンチ範囲攻撃。送るデッドフロント足すエアーバンプ足すフーリアスストーム。直線範囲攻撃をする緑玉の出現。基本3回ペアで処理します。 DPS4 人に線がついて防御範囲をしてきます。オクルーデッドフロントの直線範囲で線を切らないように注意して3回しましょう。灼熱の方向。全体範囲攻撃。オクルーデッドフロント直線範囲攻撃をする緑玉が4つ出現。ご援剣2回連続。最初はヒーラー1名とボスが4本の線でつながれます。タンク2名とヒーラー2名で処理します。緑玉から4方向に直線攻撃が来て、狭いので線を切らないように注意してください。次は DPS につくので DPS4 人で処理します。同時にエアーバンプも来るので各自の3回方向で処理しましょう。エアバンプを処理しても DPS はすぐ戻らないで火炎剣を受けてから中央アンチへ。これは急いで戻るとアンチなくなります。火炎剣からの爆裂炎とメテオストライクのセット。火炎剣後すぐに爆裂炎が来るので炎症中にスイッチしましょう。この後は連続でフィアスストーム。ボスの周りに爪が出現。外側に向かって扇状範囲攻撃が来ます。最後に下にノックバック青範囲が出てから少ししたら時間切れです。この動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次は3層でお会いしましょう。今回の動画が少しでも良かったと思っていただけたら、次回動画作成の励みになりますので、チャンネル登録や高評価をお願いいたします。また、参考にさせていただいたプレイヤーの皆様にこの場を借りて感謝を申し上げます。